え、人流抑制の罰則も法人主義やら民主制やらおっしゃってる方がおられるのにワクチンパスポートは実現できるのでしょうかえっと、あの、フランスとかドイツとか、まあ、えっと、アメリカもワクチンパスポートやるって言ってるかな一応その、なんかあの、特定の行動をするときはワクチンパスポートっていうのを持ってないとできませんよ、みたいな仕組みなんですけど、 あの飲食店に入るときとか映画館に入るときとか博物館に入るときとか動物園に入るときとかえと2万平方メートル以上のショッピングセンターに入るときとか飛行機に乗るときとか長距離バスとか長距離電車に乗るときとかにあのワクチンパスポートがないと使っちゃダメよって言われてあと病院入れないんですよねあのその,あの救急車に連れてかれて病院入るのは OK なんですけど予約を取って病院に入るためにはワクチン受けてないと入れないんですよ もしくは、あの、その PCR 検査を受けて陰性証明がないと病院に行けないっていう状態になるんですよね。まあ、あの、その、病院にそのコロナのウイルスを持ち込まれたら困るよねっていうのが、まあ、あるのでしょうがないんですけど、っていうのがあって、その、ワクチン打ってないとほぼほぼ生活厳しいよねっていう状態になっているので、 んで、あの、まあ、めちゃくちゃ反対してる人がいて、週に1回ぐらい、こう、ワクチン、あの、ワクチンパスポート反対デモみたいなやつでやってるんですけどとえ、フランスも67%とか確かワクチン行ったんですよね、受けた人が。なので、あの、まあ、初期に集団免疫って70%くらいでできるよねって言われていて、で、あの、まあ、あの、子供とかまだあのワクチン受けられないので、だからそういう人抜くと、まあ、80%いけばいいよねって言われてたんですけど、今68%ですね。 なので、まあ、あと2%で集団免疫といわれるところまで行くので、まあ、そういう意味では、あの、フランス、なんだかんだ言って反対してる人はしてるんですけど、あの、とはいえ反対はしてデモもするんだけど、でも、なんだかんだ言ってワクチン打たないと生活できないからワクチン打ちますみたいな感じで、要は、あの、えっと、日本から見ると、そのなんか、ものすごいデモで大勢集まってると、めちゃくちゃ反対してる人がいっぱいいるというふうに見えるんですけど、あの、フランスのデモって、あの、エンターテインメントなんですよね。 なので、まずパリは毎週デモがあります。で、あの、黄色ベスト運動っていうの、あの、去年あたりに名前聞いたことある人もいると思うんですけど、そのコロナの前からずっと毎週土曜日にあのデモやってたんですけど、あれ未だにやってます。なので、あの、今日毎週必ずデモがある国なんですよ。 で、その中で、あの、なんか、盛り上がるトピックとかがあると、また人が増えるっていう状態で、で最近はその、あの、ワクチンパスポートっていうのは結構、あの、盛り上がるネタなんで、あの、ま、週に一回集まって、こう、わーって騒ぐと。っていう感じでやってるので、あの、なんか、 デモが全くない日本から来ると多くの人が来て騒いでるとなんかフランス中が反対してるんだっていうふうな誤解をするかもしれないんですけどあのもうすでに68%の人はワクチン打っちゃってるんでそれでいくとその子供を除くとあと多分15%ぐらいの人がまあ打ちたくねえっていうので騒いでるっていうぐらいで実質的にはフランスの人たちはもうワクチン打つことに決めたっていうことだと思うんですよねはい。